皆様、本日はお忙しい中をこのプレイコンサートにご来場くださいましてありがとうございます。先ほど館長さんからもお話がありましたように、緊急事態宣言が先週で無事も解除されましたので、今日を迎えることができました。一体どういうふうになるだろうと思いながら、もう毎日毎日感染者の数をニュースで見ながら不安に思っておりましたけれども、まだまだ感染は収まっておりませんが、今日はセンターのもうスタッフの方々が一生懸命感染対策を考え、また心を込めてここまで準備をしていただきました。今日は昨年は中止になってしまいましたけれども、今日はその分2年間分 の時間を皆さんに楽しんでいただけたらというふうに